こんばんは。こんばんは。9月12日午後1時になりました。第307回ですか。しゃべくり松代の時間です。今日はですね、松代の最高気温予想は27度だったけども、ちょっと涼しかったですかね。26度くらいだったかな。まあいや、そういうことでね、今もう慌ててね、帰って夕顔見てきたんですけども、久しぶりにね、御嶽海見えますね。今ゆっくり見てね、ここメモしてきたんですけどね、御嶽海白星スタートね。秋場所堂々の大いちょうってね、すごいですね。で、今聞きましたらね、今日も勝ったそうでね、今日も勝ちましたんで、もう初日で2連勝ですね。素晴らしい。まあ今場所はね、もう本当に楽しいですね。ということでですね、こちらにね、綺麗な方今日ねお招きして、実はですね、こちらにも書いてありますけれども、リオのね、オリンピックのメダリストね、はい、箱山選手のコーチ内田、はい、さんにおいでいただきました。はい、こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。まずこれちょっと映してもらっていいですかね。ちょっと、これをちょっと映して、あ、これが内田さん小さいね、はい、だいぶ20センチぐらい差ありますね。はい、はい、もっとありますね。あ、もっとありますか。はい、あ、これはどの写真、何の時ですか。これは、はい、帰ってきた時か。帰ってきて、あ、はい、帰ってきてメダルをかけさせてもらって。メダル持ってるんですかね。はい、メダル持ってます。あ、持ってるんですかね。はい、噛んじゃった。噛んではないですね。さすがに噛めませんでした。人の噛んじゃいけないね。はい、これは総合会。これは総合会の時ですね。総合会ですか、はい。なるほどね。これはいろいろ写真ありますね。そうですね。これはロンドンの時ですね。あ、前の大会ですか。私も写ってるので。あ、はい、あ、なるほどね。はい、あ、上の方はロンドンですね。なるほど。はい、あ、そうですか。これもロンドンですか。はい、これロンドンの時に、あ、はい、なるほど、知事さんにご挨拶にいた時ですね。あ、そうですか。はい、あ、はい、わかりました。はい、ところで、はい、すごいですね。何しろすごい。はい、そうですね、本当に、うん、僅差の戦いだったので、うん、メダルを獲得してくれて本当に嬉しく思ってます。うん、ね、各メディアでこのいろいろ報道されてますけど、はい、箱山選手とは小学校からの付き合い。そうですね、はい、小学校2年生の時に、うん、入会してきて、まあ、本格的に見出したのは、うん、小学校4年生の時から。あ、そうなんですか。になりました。4年生から本、はい、あ、シンクロをやってたんだけども、4年生から本格的に、はい、そうですね、本格的に全国大会を目指し出したのが4年生だったので、はい、全国大会、オリンピックはね、まあいいや、はい、はい、まだまだ、はい、ということで、当時からあれです、はい、目立った。そうですね、やはりこの子はすげえなとは思った。そうですね、やっぱり手足がすごく長くて、うん、柔軟性があったので、うん、シンクロ向きの選手だなって思ってました。もう見抜いた。そうですね、本当にこの子はいける、輝くものがありました。うん、あ、輝いてた、やっぱり。はい、あ、そうですか。それで小学校からずっと箱山選手のコーチをされてた。そうですね、大学時代以外は、はい、ずっとコーチをしております。あ、そうか。で、内田さんはその今回は行かなかったんですかね。前のロンドンは一緒に行かれた。はいはい、ロンドンの時は、うん、コーチをさせていただいて、うん、チームの、フリールーティンの担当をさせていただきました。そうなんですか。なんかそちらになんか IC カード、はい、なんかそうですね、 ID カードロンドンの時 に、 時にも、はい、まあ、これがないと競技場に、うん、入れないんですけど、そうですね、はい、はい、ID カードですね、うん、はい、こういうので、その上にも何かですか。そうですね、ピンバッジとかもいろいろあるんですけれども、交換するね、はい、各国の選手とかコーチと、はい、交換したりしてました。なるほど、はい、そうですか。で、ロンドン終わった頃ですか、はい、東京にいた箱山選手がなんかこっちに戻ってきちゃった。そうですね、大学、内田さんを頼ってきた、はい、そうじゃないか、うん、そうですね、大学入学をきっかけに、うん、東京に、クラブに移籍したんですけれども、うん、やはり本人も長野が好きで、うん、長野の練習環境も自分に合っているっていうことで、うん、長野に戻ってきました。長野が好きだって内田さんが好きで来たんじゃないの。
そうですね、きっとそうだと思います。よく言うじゃん。それはね、ちょっと謙遜してね、いやそんなことはない、いやそう、はい、いや冗談はともかく、うん、そうなんだよね。そう、やっぱり内田さんを内田さんを頼ってきたんでしょ。まあそうですね、まあ、長野が、うん、そうだな、うん、いや本当だもん、少年やな、はい、うん、そうですか。で、まあ、小学校からなんですが、はい、特に本格的、当時から本格的だけども、はい、特にその頃から本格的にオリンピックを目指してコーチした。いや、まだ小学生とか中学校時代はまだ分からなかったんですけれども、うんうん、中学3年生の時に、初めて海外遠征に一緒に行ったので、やはりその頃からはもしかしたらトップの選手になるかなっていう感じはありましたね。そうなんですか、はい、そうか、シンクロノート、はい、なんか交換してるっていうふうにメディアでも、ね、報道されたんですけど、そうですね、シンクロノートって何です？はい、今いるクラブの選手全員も、うん、大会や合宿があった時に、うん、メニューや反省とか感想を書いて、提出してくれるので、私も返事を書いたりしてるんですけれども、箱山ともリオまで、はい、やってました。今はやってね、終わったから、さすがに。そうですね、今本当に終わったところで、今終わりました、終わりました、ね、今終わりました。また行くときはまた書き出すですね。本人がね、うん、もうちょっとまだどういうふうにするかわからないんですけれども、うん、またもし選手をするようなことがあれば、うん、また始まると思います。なるほど、はい、素晴らしい、はい、それでさっきもお話しあったんだけども、そのいろいろな課題をね、ずっと2人で克服してきたという話なんですけども、はいはい、シンクロノートもそうなんですけれども、うん、ナショナルチームの合宿と合宿の合間に、うん、長野に戻ってきて、まあ、練習して、まあ、いろんな話をしたりっていうことで、一つ一つ克服していきました、うん、しかし、まあそういう中でリオは行かなかった、はい、本当は行きたかったんですけどもギリギリまで迷ったんですが、クラブの選手の全国大会が控えていたので、そうか、はい、リオには行くことができませんでした。うん、ね、はい、あ、そうなんですか。で、そのリオにね、はい、行かれなかったということで、箱山選手とは行ったっきりさよならで、はい、じゃないよね、はい、連絡取ってた。そうですね、メールでいろいろやり取りはしてました、うん、頑張れとか、ちょっとスランプになんねで、変なもん食べるとカラフはしちゃいけないからとか、そんなくだらないことじゃない。そうですね、でもやはり体重が落ちちゃったとかっていうメールも来たりしたので、うん、落とさないようにしっかり食べてとか。それ体重ってのはあれですか、あれは関係ないんだよね、体重あっても関係ないんですけど、やはり見た目で自分のやっぱベスト体重があるので、あ、なるほど、はい、そういう面でちょっと、ね、食事が合わなかったりした時もあったみたいだったので、そういう時はもうちゃんとこう指示、うん、指導してしっかり食べてっていう、栄養取りなさいよとか、うん、はい、そんなメールのやり取りがありました。いいな、うん、いいね、そうですか、はい、で、はい、よくねメダル取った瞬間っていうのはもう他の人なんかよく見るんだけども、うん、我々ね、はい、同じ日本人、同じ長野県人としても箱山選手取ったってもうすごいじゃん、メダル取ったなんて、はい、でそういう担当のコーチとすると、うん、取った時ってもう感激のあまり失神しちゃったとかって、そんなこと言えた。そうですね、失神はしなかったんですけれども、うん、はい、もう本当に嬉しくて、もう本当にもうほっとしたっていうところがもう正直な気持ちですね。ほっと、はい、感激してもう、もう狂うほどじゃなくて、ほっ、もうほっとしました。もう感激すぎちゃって、もう、はい、そうですね、感激すぎちゃってほっとする、はい、ああそういうもんなんかね、はい、そういう経験ねえからわからねえんだけども、はい、あ、そうなんだ、はい、ほっとするっていうことになるんだな、うん、そうですか、はい、メダル見ました。はい、帰ってきた時にすぐ見せてもらいました。あ、はい、そうですか、どうですか。もうすごい重いもうメダル で、うん、で本当に重たくて 500g メダルがあるそうなんですけれども、500っていうとやっぱりずしっときますね。そうですね、はい、今までのオリンピックのメダルの中でも、まあ、一番
重いっていうふうに本人も言ってたんですけれども、でも本当に頑張ってあのメダルを勝ち取ってきたんだなとこう改めて思いました。そうですか、はい、それでまあメダルを取って日本に帰ってきた、はいね、帰ってきて箱山選手見た時に何て言いました、選手、箱山選手は。あの先生ただいまっていう感じで、あの先生ただいまただいまっていうふうに。あ、そう、はい、で来ましたね。じゃあ俺言っちゃう、先生ただいまって言ったらお帰りって言ったわけ。そうですね、もうお帰り。そうなの本当に。もうでもよく頑張ったねって言ってこう抱き合って。あ、はい、やっぱりね、はい、そうですか。ちょっとあれかな、あのメダル取ってから結構あったから、あんまりこうぐーっとこういうものはもうなかったですね。もうそうですね、もうなんか本当に顔がやっと見れて、うん、ほっとしたっていうのがもう安心しました。そういうことは親みてたもんな、うん、そうですね。ああそうかそうか、はい、それより健康じゃねえや、元気で帰ってきてくれたって。そうだね、元気で帰ってきたことがもう一番もう良かったなと思って。いろいろテロとかあるからね、ちょっとね危ない、それ心配、あーそうかそうかなと思ったりとかして、はい、そうですか、はい、で、そので、素晴らしいそのメダル取ったんだけれども、あれ行く前はなんかこう絶対取るぞとかっていう、あの子は取ってくれるんじゃねえかってこうに思ってたんですか。もう私も本当に取ってほしいって思ってはいたんですけれども、うん、本当に半分半分というか、もうウクライナと日本の、あの厳しい戦いになると思っていたので、うん、本当に心配でした。あ、そうですか、はい、その2人の、ね、絆っていうのは素晴らしいものあるでしょうね、特にね。そうですね、あの、まあ、小学生の頃から一つ一つの目標をクリアしながら達成してきたので、うん、あの、まあ、いろんな話もして、もうたくさん泣いてたくさん笑ってっていうような感じで、はい、十何年だからね一緒にやってきました。あ、なるほどね、はい、素晴らしいね、で、ところでその時間もね、だいぶ少なくなっちゃったんですけれども、はいはい、ところで内田さんももちろんシンクロやってなきゃコーチできないもんね。そうですね、私も、うん、はい、内田さんどうなんですか、その、はい、小学校4年生の時から私もシンクロを始めて、長野に初めて教室ができたんですけれども、はい、うん、あの幼馴染に誘われてシンクロを始めました。あ、そうなんですか、はい、で、今もね、もちろんそうなんだけども、先ほどもその商工会議所にね、はい、おいでになって、まあ、常にねおいでになった、はい、ということなんですけども、その商工会議所で詰めて練習なんかできたんですよね。そうですね、あの松代市長の方に2年3ヶ月お世話になっていたんですけれども、あの平日の練習の時は、松代市長からアクアウィングに通ってました。あ、それはやっぱり職場の皆さんも協力してくれないとできんねえですよね、そういうのって。そうですね、ね、やはり何か大会があってお休みするときでも、うん、あの心よく出していただきましたので、そうでしょうね、はい、やっぱり 職場の皆さんのね、はい、協力っていうのがね大切ですよね、うん、そうですね、はい、うん、で、その内田さんはその当時ですね、はい、大会っていうのはどんな大会に出られたんですか。そうですね、大きな大会ですと、うん、その全国 JOC のジュニアオリンピック大会とか。やっぱり JOC って、はい、オリンピックだよね。そうです ね、日本オリンピック協会、うん、日本オリンピック、まあ、いいや、はい、オリンピックだもんね、はい、そこに出てたとか、はい、そうですね、あと国体とかに、はい、出場しました。全国レベルだね。そうですね、そんなに強くはなかったんですけど、まあ、その時はね、いやいや、そんな、はい、ね、全国レベルだもんね、はい、素晴らしい、はい、それでそのさっきもね、お友達とっていうお話あったんだけども、はい、きっかけっていうのは、そのもともとのきっかけっていうのは。そうですね、もともと泳ぐのが大好きだったので、ただ、うん、泳ぐだけじゃなくて、その曲に合わせて泳ぐことが楽しそうだなと思って、はい、入りました。あ、そうですか、はい、やっぱりそういうものがあるんだよね。そうですね、うん、やっぱり好きじゃないとできない。そうですね、はい、水泳好きで曲に合わせて泳ぐのが好き、うん、あ、ですね、もうシンクロもそのものじゃん。そのものですね。素晴らしいな、はい、と言ってたら、はい、もう時間になっちゃって、はい、申し訳ないんだけど、あの最後に一言ね、はい、その松代の皆さん、そして全国に流れてるんですが、はい、その一言何かありますか、
はい、はい、長野からシンクロのメダリストが出て本当に嬉しく思っています。これをきっかけに、シンクロに興味を持っていただいて松代の皆さんをはじめ多くの方々に、応援していただけたらとっても嬉しいと思っております。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。お忙しいところありがとうございました。とんでもないです。はい、ありがとうございました。宮坂さんも一本持って、ああ持って、はい、うん、はい、でこういうふうにして、はい、皆さん、はい、なんかこれ噛んだみたい、なんか間違ったみたい、大丈夫大丈夫、大丈夫、うん、大丈夫大丈夫、まあ、聞いてねえね、うん、聞いてね、はい、分かりました。何そのそんなこと言わないでくださいよ。はたはた、はたね、はい、はい、はたはちょっとこっちきれいに、きれいに、きれいに、はい、きれいに、はい、はた迷惑ちょっとね、さっきね、はたちょっとうまく映ってなかったからね、もう少しまっすぐ、まっすぐね、はい、ああこうね、はい、はい、分かりました。じゃあね、連絡しますね、はい、ですね、はい、9月の17日の土曜日、今週なんだけどね、はい、寺を芝を巡るということで大宝寺さん、真田の関係のね、 なるほどね、うん、あそこでね、お宝までね全部見せていただけるっていうのでね、はい、やってるです。そういうあれでね、はい、やりますね。その続いて24日ですけどね、これもね松代清野を巡る、清野もねまたいっぱいたくさん見るところがあってね、ここもお宝また見せてくれるっていう、段取りつけてるんですね。大体いっぱいあるもんね。うん、本当なんです。でその他に、9月の23日土曜日ですけど、あ、土曜日、木曜日、祭日、はい、うん、これ松代学講座、まあ、毎年ねやってるんですけども、はい、これはね、池波正太郎、真田太平記さんね、前会長さん、初めて見てんじゃん、土屋さんにね来ていただいてやるんで、これ長いからなんで間違っちゃいけないと思って必死に言ってるんだね。ここでもやってやりますんでね、マスル公民館でやりますんで、ぜひお出かけいただければなというふうに思います。はい、まあ2回3回とまた次回候補しますんで、よろしくお願いします。日本語さんちょっとうるさいね、会社でね、はい、はい、来週、来週の予告、来週はね、今真田丸ね、盛んにやってますね、真田宝物館でね、真田丸大博覧会ね、この会場にね、真田丸ショップってできてるのよ。え、お土産屋さん、ど、あの真田宝物館に、あ、やだな、あ、すいません、宝物館の近くに公園があるじゃないですか、あそこ、ね、あそこでやってるんでね、でその真田丸ショップのね、うん、あの店長さん、大島さん迎えてね、そのいきさつっていうかね、景気はどうかなとかさ、はい、いろいろお話聞ければいいかなっていう形です。はい、はい、そんな形でございます。はい、いいですか。あ、結構です。はい、わかりました。はい、それでは来週のしゃべりましょう、よろしくお願いいたします。あ、はい、噛んだってね